竹井照彦天チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今ね車乗ってます。っていうのは何かって言ったら今ね大阪にいてるんですよ。実はまあまああの配信も見てもらったと思うんですが、大阪でね、トークライブとそれとまああの呼び込みライブ、ネタ5本ぶちかましてきて、そしてまあ2日間舞台があったんですが、それで今日、持つべきものは友達ですよ。僕が大阪箕面で住んでる時にね、仲良くさせていただいてた、まあ、あの年下なんですけどね、滝君というね、まあ、今もねプロゴルファーとして、頑張っておる彼なんですが、彼にちょっと車を借りましてね、持つべきものは友達ですよ。ありがたいですよ本当に。それで、まあ、車でねどこ行くかと言いますと、今から、僕の実家四国徳島に、行くんですよ。まあ、神戸の方に行って明石海峡を越えて淡路島、そして淡路島を越えてそこから鳴門大橋に乗って、そして徳島に行くとね、約ねだいたい3時間もかからない、2時間ぐらいかな。それでまあ実家の母親のところにね行くということでございますよ。まあ母がねちょっとこの前まで入院してまして、それでまあまああのね、コロナも緩和されたし、それでまあ大阪へ来た仕事のついでに、実家に帰ろうかなと思っておるわけなんです。久しぶりにね車乗ってね、もう東京では車乗ることないからね、でも大阪ではずっと車生活やったから、ね、島でございます。淡路島といえばあとは渡里哲也さんも淡路島出身なんですよ。今では指輪も回るほどやつてやつれたお前の、何やったっけ知らんのかい、ね、淡路島出身ですよねえ。まあ淡路島はそやな、あんまり行ったことはないね。淡路島って皆さんね兵庫県なんですよ。兵庫県なんですよ。でもなんかこうね、神戸がねと淡路島昔くっついとったらしいんですけど、まあ神戸の人がね、お前らも兵庫県でも違うんや、向こう行けみたいなね、ぐーっと押されたみたいで、こう離島になってね、で徳島の方に来たんですよ。徳島もうちはお前兵庫ちゃう四国や、お前らみたいなんが来るとこちゃうねん、向こう行けみたいなんで、ちょうどこうね四国と徳島と、神戸の間にポンとね淡路島がね取り残されたと。それでまあ橋をね、明石大橋と鳴門大橋と神戸の人じゃ淡路島の人怒ってくんね。ああ、
サービスエリアがあるからちょっと行きましょう。よいしょ。さあちょっとね、1時間半ぐらい運転したんで休憩しましょう。あねえ、今どこや分かりませんなんかよう分かりません。まあね、車でね大阪から、まあ、徳島はもう大阪に住んでる頃はね何回も行ってるんで、慣れてるんですけど、ただ東京からねの徳島はしんどいね。まあ、新幹線で大阪まで行ってというパターンで、そこからまあ車でというパターンですが、さあ淡路島から徳島へ、これは鳴門大橋、大鳴門橋でございます。ダダンダンダンダーン、ジャンカ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 、えらかっちゃえらかっちゃ、阿波踊りの有名な徳島に帰ってまいりました。この橋の下には鳴門の渦じゃ。渦はちょっと見せることはできませんが、さあ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 、淡路島と徳島の架け橋、おお、これが大鳴門橋。ジャジャン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 、ねえ、こんなとこにパッとゴジラが現れたらびっくりするよ。さあ淡路島から徳島にカウント10秒前、9 8 7 6 5 4 3 2 1、まだ5秒足らんかった、なんじゃそれ、5 4 3 2 1、はい、徳島でございます。徳島県突入、じゃじゃん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 、はいはい、徳島に、着きました。ね、まあ1時間半ぐらいですね。うん、早いですよ。まあこの徳島といえどうも鳴門というね、とこに来て、そこから徳島市内に行って、徳島からもっと南部の方に行って阿南市というところです。まだまだ あと1時間ぐらいはかかります。はい、田舎です。はい、見えるでしょうか、今映ってるのが、これが大塚製薬でございます。ポカリスエットのマークがありますよね、大塚製薬でございます。ポカリスエット、徳島の吉野川の、川の水を、使ってね、ポカリスエットを生産しているのが大塚製薬でございます。徳島は素晴らしい企業があるところでございます。日夜科学も徳島でございます。吉野川でございます。大きい川でございます。一級河川でございますね。え、大塚製薬はこの吉野川をの川の水を原料としてポカリスエット、世界的なねえ、飲料水をもう製造しているのが大塚製薬でございます。何にもない真っ暗です。何にもないとこです。
ました。よいしょ。ただいま。もう寝てんの。帰ってきたよ。まあ。